で、このドラゴンとルフィの完全なるパック、じゃあ革命軍だけで話が進むんであれば、ルフィとかワンピースでいるものの意味って何なんだって。2匹のカラス、フギンとムギンのスパイ行為と矢印の攻撃が起因になってるんじゃないかって考えるのは熱いところではあります。革命軍の発足時期、これが確定していきましたと。時期というかね、その目的とか最終目的とか、その成り立ちみたいなのがね、革命軍の全てと言っても過言ではないのかな。天竜人直接倒そうと動く革命軍の存在が明らかになったのがもう20年以上前でございますと。我々考察好きはそこから革命軍というのがいつ誰が何のために作ったんだっていうね、これを長年議論し尽くしてきましたと。いろいろな考察私も聞きましたし、私もいろんな想像妄想予想をしていきましたと。あまりにも天竜人打倒にこだわってるから、なんか人質捕らえられてんじゃないかとかね、それこそルフィの母ちゃんとかドラゴンの奥さんに当たる人物が例えば奴隷でご老世に殺されちゃったか過去があるとか、それの復讐のために革命軍を立ち上げたんじゃないかとかね、このドラゴンが今総指揮官ですけど、結局ロジャーが立てたんじゃねえかとかね、真実を知ったロジャーが世界をひっくり返すために天竜人を打倒しなきゃいけない、そのために根回ししてくれみたいな感じでロジャーに頼まれて、だからロジャーが革命軍を作ったんじゃないかとかっていう考察とかね、いろいろあったわけですけど、それが全部違うと。正しくは22年前、小原のバスターコール後、ドラゴンが小原の意思を無駄にしないために、この世界を変えるために作ったと。小原の意思を受け継ぐ組織というね、言い方もできるというね。そして設立時の初期メンバーはモンキー D ドラゴン、そしてイワンコフ、バーソロミュークマだったと。この3人で作っていったと。これがかなり意外っちゃ意外でしたよね。一応革命の灯火とか、我々革命軍はあなたのことを革命の灯火と呼びますみたいな感じでロビンのことを言ったりもしてるんですけど、そのために作られたのみたいなさ。で、ここで何がわかるかというと、いわゆる革命軍の目的っていうのと、あとは麦わらの一味がたどり着くであろう最終目的、つまり世界をひっくり返すために数百年の歴史を背負って戦いに挑むものっていうのが麦わらの一味たちになるんですけど、その上でドラゴンの行動とか革命軍っていうのはもう完全なる味方ですよね。完全なる味方側になることがこう確定していったと。これ味方というか、味方どころか革命軍っていう組織そのものが、そしてロジャーとかシャンクス、レイリー、クロッカスとか、この辺のやつら全員がいわゆる、20年後ゴムゴムの実を食べた少年が世界をひっくり返す、そのために根回ししなきゃいけないっていう、そういう話もう仲間どころかね、その目的のために作られた組織、生きている人たちっていうのが、でこいつらなんじゃないかっていうね。革命軍でありレイリーでありシャンクスでありっていう、全員が世界をひっくり返すその時のため、ね、ゴムゴムの実を食べた少年、こいつが世界を変えるため、そのために必要なことを我々はしておこうという。ベガパンクもですね、ここにね。だからもうそんな壮大な話になってきてるんですよね。だからルフィっていうのがゴムゴムの実を食べた時点で世界をひっくり返すレールの上をこうずっと今歩いてる状態。で、最終的にロジャーが出す答えと、ね、違う答えを出すとかっていう可能性もあるんですけど、だからこそあの時、あの瞬間、ルフィがバギーにローグタウンの処刑台で殺されかけた時、雷でドラゴンは救ったと。それはそうですよね。目的ですから。世界をひっくり返す目的で革命軍を作り、それを現実のものとできる少年、まあ自分の息子、こうっていうことになるんでしょうけど、殺されそうになってるんですから、いやいや、やめとけやめとけっていうね。で、そいつが今世界を変えるんだから、これからこの先成長してっていうことで、雷でこう救っていき、そしてスモーカーに捕らえられそうなところをドラゴンは自ら現れて、突風などを使ってね、風の実の能力でしょうけども、ルフィをグランドラインに向かわせたと。だ、それが確定していったみたいな話だからね。あの革命軍っていう組織が小原の意思を受け継いでいる組織っていうさ、これがね、激アツだったよね。世界中を巨大な戦争その中心人物になるのが我らがルフィであり、その際手を組むことになるのが革命軍であると。で、このドラゴンとルフィの完全なるパック親子カメハメハみたいなことじゃないですけど、なんかその辺描かれるのかどうなのかとかね。ただその先代の意思みたいなのがね、子供世代にどんどん受け継がれていくみたいなことで言うとね、最終的にはサボっていうのが革命軍の総帥になって兄弟として、ね、ドラゴンはもうどっから死んじゃうとかね、例えば、ドラゴンの意思をサボが受け継いで、ルフィと一緒に世界をひっくり返すとか、物語のクライマックス、サボとルフィとエースっていうのがバックにいた状態でのね、なんかとかあるのかなとかね。ではまあ革命軍っていうのの
まあ、成り立ちですよね、これが分かっていったっていうのが、まあ、激アツでございますと。本当に全てがつながってきましたね、アツシーでございますと。そして今回マッツの成り立ちとかね、そのあたりを詳しく考えていきたいと。マッツ周りの時系列なんですけども、これ扉絵連載の過去編っていうのは時系列っていうのが何年前みたいなのが確定してないというね、ところ明記されていないので、ズバリ何年前かを特定するのが難しいんですけども、ヒントになるのがベガパンクのそののみのみのみの特性ですよね。ベガパンクは悪魔のみの能力によってデータを蓄えれば蓄えるほど頭が大きくなるっていう、そういう説明があるので、ここからある程度の推測が可能になるんじゃないかというね、時系列のね。で、確定しているところとしては、本編で描かれましたバスターコール5のオハラで33歳のドラゴンが43歳のベガパンクと会っていたことが明かされたわけですが、この描写を軸にまあ考えていきたいと。現在55歳のドラゴンが33歳の時なんで、つまりこの22年前で、あのオハラでね、ベガパンクと会ったこと、革命軍の成り立ち、その時はまだ自由軍だったんでね、そこから革命軍にね、発足していったっていうところにこう繋がっていくんじゃなかろうかっていうね、ところでございます。で、革命軍がまあ22年前なら、じゃあマッツの発足時期っていうのは、大体何年前になるのかというところでございます。これのヒント、マッツの集合写真、例のステューシーが後ろ姿で描かれているところなんですけど、このマッツの面々っていうのは、このかなり若々しさが感じられたというか、今の容姿姿形とあの時の集合写真の姿形って結構こう離れているというかね、だいぶ前なんだろうなっていうところもありました。そしてのみのみのみの能力者のベガパンクの頭もオハラでドラゴンと会っていった時と比べるとかなりコンパクトでございますと。このあたりは結構ねヒントになってくるんじゃなかろうかという部分。そして覚えてる方も多いと思いますけども、ビンスモーク4時ですよね、のセリフに、俺たちが生まれる前、父ジャッジはマッツに所属していた、しかしベガパンクが血統因子を発見したことによって世界政府はマッツを買収、父だけは政府の手から逃れてジェルマにて命のコピーと改造の研究、つまりクローン兵のね、あの生み出す研究を続けていたとありますよね。これだからもう完全に今クローンの話で、クローン兵をこう生み出そうとね、研究を続けていたジャッジっていうのはもう完全にこう繋がっていくところ、まあ、扉絵とのつながりもありますしね。で、俺たちが生まれる前、ジャッジはマッツに所属していたっていうね、4時のセリフなんですけど、1時2時3時4時レイジュの中で最高齢が24歳のレイジュなんですよね。ということはマッツ発足時期っていうのは最低でも24年以上前になると、このセリフからね。で、このワンピースの年表とこう照らし合わせて、24年以上前でマッツ発足のきっかけとなり得る出来事ってなんだろうって考えた時に、もう一択なんじゃないかっていうね、それが38年前のゴッドバレー事件ですね。私的には、まあもっと前とかっていう可能性もあるんでしょうけども、いろいろな事柄を考えると、38年前のゴッドバレー事件、これがマッツを発足させる起因となる出来事だったんじゃなかろうかっていう。で、今回ステューシーっていうのもロックス海賊団の、ミス・バッキンガム、これのクローンであることもこうね確定してるんで、ゴッドバレー事件とマッツっていうのはステューシーで繋がるというかね、いうところもあります。まあ、なので、おそらくは、当時の、ミス・バッキンガム・ステューシーも関わっていたであろう、この、世界のタブーに触れてしまった事件、ゴッドバレー事件を、もっと言えばその直後に、マッツはね、発足したのではないかという予想を、立てることができるのではないでしょうかと。37年前とかね、38年前にゴッドバレー事件が起こりました。で、37年前に、例えば、マッツが結成されました。で、その37年前から24年前のこの間にベガパンクは血統因子を発明して、マッツっていうのが世界政府に買収されるという事件というかね、起きました。で、ジャッジだけはそこから逃れて、クローン兵の開発を進めていたと。で、22年前に革命軍が、まあ、誕生したと、オハラの、あの、一件を含めて。で、このマッツ、あるいは革命軍っていうところの直接の関係者が、現在何をしているのか、今まで何をしてきたかっていうのを考えていくと、例えばドラゴンっていうのは、まあ、天竜人を直接倒す革命
軍を作ったと。そしてベガパンクといえば、まあ、エッグヘッドで政府に買収されながらも秘密裏にこういろんな研究をしていると。で世界政府にこう加担するような研究も、もちろんあったりするんですけども、回廊石器なのか、あとパシフィスタの提供とかね、いろいろあるんですけども、そういうことをまあしている。で実際はこう天候をコントロールしたいとか、人工太陽を生み出したいとか、そっち方面の政府には知れ渡ってないそういう秘密の研究も、している。あとはクマの人格を消したのも、まあ、ベガパンクですよね。でジャッジといえば、まあ、命のコピーと改造クローン技術をこう研究していたと。でシーザー、これが殺戮兵器ね、死の国とかっていうのもありましたけども、あとは子供の巨大化っていうのの実験、とかね。であとはクイーンですよね。クイーンは、まあ、百獣海賊団の幹部として、まあ自分の研究結果っていうのも、もうこう武器とか兵器にしながら存在していると。でまあカイドウの目的っていうのが世界を壊すことでございます。でまあスティウシー、まあミス・バッキンガムがオリジナルだとするならば、白ひげのクローンっていうのを自ら作って、白ひげの遺産を手に入れようとこう画策していると。で、ね、38年前ゴッドバレー事件があって、マッツが例えば結成されて買収されて革命軍が誕生された、この流れの中でこいつらのこの目的、これ共通点の一個の線にこれを結ぶとするならば、これやっぱり世界政府を破壊するとかっていう目的でこの兵器の開発をしたり、クローンの開発をしたり、クマにプログラミングをしたり、天竜人を直接倒そうと組織をこう作ったりっていう、これ全員の目的が世界政府の破壊なんじゃなかろうかっていうのが、私的にはこう見えてきたなというかっていうところなのかなっていう。まあゴッドバレ事件でね、どういう真実が隠されてたのか、世界のタブーに触れすぎたためみたいな話もありましたけど、これが何を意味するのかっていうのが分かりませんけども、私的にはこの一見こうバラバラに見えるじゃないですか、こいつら科学者、マッツの面々はどうしてもこう一枚岩には感じられない雰囲気があるので、こうね、共通点を見つけるのが難しいんですけども、こう時系列を精査してそれぞれの行動を考えていくと、まあ私的には絶対それしかないと断言できるのかなっていうね。だからゴッドバレーで世界のタブーを知って、で平和を維持するために、平和の害になるのがやっぱり現世界政府天竜人五老星であるっていう、こう決断を下した科学者たちが立ち上げたのが、マッツ、破壊しなければいけないと立ち上げたのが、マッツでございますと。ベガパンクもこうやって銃持ってますしね、マッツの集合写真とかだとね、結構こう攻撃的な平和機関と言いながら、そういうね雰囲気が出てる。で22年前ですよね、運命の小原で、まあ、クローバー博士の無念とか、さらに深いところの世界の真実を知ったベガパンクとドラゴンは、世界政府の破壊とかっていうのを目的をより強固なものにしていき、今現在に至るのではなかろうかというところでございます。なのでジェルマ W6 とかシーザーとかね、あとはウィーブルを連れて行動しているミス・バッキンとか、マリジョアを目指すこのクマも含めて、世界政府の破壊っていうのを実現させようと動いている可能性が極めて高くなるんじゃないかじゃないかっていうのが、私の結論ですね。でだからこそなんですけど、世界をひっくり返すっていうのは、世界政府を崩壊することっていうのは、なんかなんとなく我々の頭にあるじゃないですか。このワンピースにずっと描かれ続けている悪の元凶というか、一番の問題点っていうのは、やっぱりこの五老星とかイム様とか天竜人であり、奴隷制度とか天上金とか、そういう支配体制っていうのを崩壊することがこう最後の目的になっていくんじゃなかろうかみたいな、ところなんですけども、こうなってくるとちょっと考えられるのが、このロジャー海賊団が導き出した答えっていうのと、マッツが導き出した答え、ベガパンクがドラゴンが導き出した答えっていうのが一緒かどうかっていう問題がまずあって、でロジャーが言う世界をひっくり返すっていうのと、ベガパンクが成し遂げたい世界政府がない未来みたいなのが仮に一緒だとするんだったら、ルフィと敵対する可能性すらあるなと思ってんですよね。レイリーの言葉で、我々が導き出した答えと君たちが導き出す答えが必ずしも一緒とは限らないっていうセリフがあるんですけど、それって裏を返せば、ロジャー海賊団が出した答えとルフィたちは違う答えを出すっていう言い方にもなると思ってて、でそうなると革命軍とかマッツとかが天竜人を倒そうとする動きっていうのをルフィたちが止めるっていう、そういう構図にもなりかねないなっていう。まあそうなると結構そのゴッドバレー事件とかにもなんか通ずる部分も出てくるんですけどね。天竜人をなぜかロジャーたちが守ったみたいなところがあるんですけど、だからゴッドバレー事件の再来っていうのが起こり得るとしたら、ルフィとベガパンクは敵対しそうな感じがする。どっちかっつったらこのマッツっていうのはロックス海賊団の一員であるミス・バッキンとの関係性も明るみに
になったわけですから、ロックス海賊団の復活みたいなところで言うとマッツはそっち側だもんね、どっちかっていうと。で世界政府をこう直接倒そうとするとか、でそれをルフィとコビーが協力して止めるみたいな流れになるとすると、ゴッドバル事件の再来みたいなことは実現しそうですけど、これがルフィたちがどういう結論を出すのか、世界政府を滅ぼそうとする動きっていうのが今もう明確にこう描かれてき始めてるんで、これに対して麦わらの一味はどういう行動を取るのか、私の中でですけどそっちに協力しそうな感じ。だからベガパンクの目的とかね、いろいろなこう組織の目的っていうのは打倒政府っていう風にこう一枚岩にどんどんなってって、麦わらの一味がそれの先陣を切るみたいな、なんかイメージしてたんですけど、なんかこの感じで言うとそうやって暴走しそうなこう組織とかっていうのをルフィたちは止める役割持ってんのかなとかね、なんかそんな感覚を、まあ本当にこれ最終回付近の話してますけど、最後世界がどうなるのかみたいな話してますけど、だからこのマッツの最終目的、まあわかんないですよ、もちろん確定では全然ないですし、マッツは元違法な研究チームっていうだけでもうそれぞれ別の夢っていうのをそれぞれ持ってて、もう別々に単独で全員が動いている研究者たちはっていう可能性ありますけども、なんか私が考える一個の筋っていうか共通点みたいなところで言うと、やっぱり世界政府を滅ぼすっていう筋になってるなっていうね、どの研究者もね。クローン技術の成功体であるステューシーっていうのが党内にいる味方であることがほぼほぼ濃厚になってるっていうことは、少なくともベガパンクとステューシー、ベガパンクとミスバッキンっていうのはもしかしたらこう協力体制にあるんじゃなかろうかみたいな。そうなるとシーザーもジェルマもマッツっていうのは買収されて解散したように見えますけど、実はまだその思想意志は生きていて、その最終目的のために全員がバラバラに見えるけど一つの目的に向かって動いてるって考えるのが自然なのかなみたいな。まあただその革命軍とマッツの目的思想っていうのが一致してるかって言われると、そこがなんかねまだクエスチョンが私の中ではあるというか、オハラでドラゴンとベガパンク合ってるわけですけど、マッツっていうのはその十数年前から多分あったでしょうし、そこでクローバー博士の意思っていうのをお互いが確認しているわけですけど、これ同じ一枚岩かと言われるとそうじゃないよ、マッツと革命軍はところでございます。そうで、クイーンに関しては百獣海賊団に所属していて、カイドウの目的っていうのは、ね、世界をぶち壊すことっていうところだったんで、マッツで掲げた目的と同じかもしれない可能性があるっていうかね。で、あとは気になるのはそうですね、まあベガパンクに合わせろみたいなそのオロチの発言もありましたけど、ワノ国とベガパンクも少なからず繋がってるし、百獣海賊団とベガパンクの繋がりも全然想像できるところなんで。でもカイドウ自体がそんなあれじゃないんでね、マッツの夢目的に賛同して協力するタイプじゃないじゃんカイドウってやつは。なのでそのカイドウの百獣海賊団にクイーンが在籍してるってことは、もうマッツは俺には関係ねえというか、俺は俺でやりたいようにやるってなったのがまあクイーンだったのかなっていう、ただ目的はずれてないというか、そういうところなんじゃないかろうか。インペルダウンもまあドフラミンゴいて、ウィーブルっていうのも最終章ではスフィンクスで白ひげの財宝とか母ちゃんとかを守って連れて行かれちゃったみたいなところあるんで、かなり細かいところですけどインペルダウンもちょっと動きそうな感じがあるじゃないですか、うん、ありますね。めちゃくちゃなんかインペルダウンってどうなるんだろう、ドフラミンゴ出てくる流れになるんですかね、なるかなとは思ってますけど、はい、はいはい、うん、ドフラミンゴとウィーブルとあとボンちゃんか、はい、なんか重要人物結構いるんですよね。あとそのドンキョーテファミリーの幹部は基本的に捉えられてるはずなんです。要はセニョピンの力が なんて言ったんですか今、セニョピンですセニョピンはそうですね、血統因子の話があったんで、そうですってなるとファミリーの幹部はほぼほぼいると思うんで、いやそうだよな、もうあの最も恐ろしいシュガーもいますもんね。そうなんですよ、いやだからそこがインペルダウンの大脱獄劇というか、最終章が今めちゃめちゃいろいろな柱が描かれてますけど、うん、その一本にインペルダウンっていうところも、ね、そうなんですよ。でインペルダウンって、はい、グランドライン前半じゃないですか、その新世界を、まあ、中心に描いてるわけで、だからルフィたちが進むってなったら別にインペルダウンとの絡みって起こらないんですよ。そうですね、で誰かがぶち込まれるとかない限り、はいはい、そうなんですよ。確かに。じゃあインペルダウン組をどうやって生かしていくのかって言ったら、はい、偶然にも新世界のバルティゴからガンドライン前半のカマバッカ王国に拠点を移した革命軍がいますと。なるほどな、そういう繋ぎ方をしたいのかなみたいなことも思った。土地の関係性を考えるとこっちにもう全員いる中で、前半の海側でそこと繋がる組織どこかって考えると確かに革命軍怪しいですね。いくらそのワップワップの実があるとか言っても基本的にその地理の問題って回避できないことなんで、
物理的に分断されちゃうともう同じ地域でいるやつらっていう枠組みで捉えた方が考えやすいっていうのはありますよ。あ、めちゃめちゃ熱いわ。まあ革命軍は解放とかっていうところの組織なんで、ありえるですよね、インペルダウンのひどい仕打ちとかっていうのを目の当たりにして、はい、そこに絡んでいくっていうのは。で、革命軍になる人って別に身分関係ないじゃないですか。そうなんですよね。元海賊だろうが市民だろうがいくらでもなれる要素っていうのはあると思うので、はいはいはい、いや本当に大混戦だな。しかし情報をなんか簡単に整理すると、その最終章って、はい、よく自分のチャンネルで言うんですけど、ワンピース争奪戦組と政府転覆編組、この2つに大きくまずは分かれると思ってて、あ、ワンピース争奪戦組にはシャンクス、筆頭、ルフィ、黒ひげ、ローキッドとかって黒すぎるのもここに入るっていうことが明確になりましたと、うん、こっち側っていうのがイム様、五老星、神の騎士団、海軍っていう三大将いてどうっていうのがあって、うん、革命軍いて八カ国革命いて、で麦わら大船団もここにいるみたいな、なんかざっくり言うとなんかこんな感じで進行してる、うん、で俺黒すぎるとこっち側にいると思ったんですよね。なぜかというと海兵に懸賞金をかけるとか海兵を弱体化させるシステムを作ってたのがクロスギルドなんで、うん、こっちとこっち2つに分かれて最終章は進んでいくのかなと思ってたんですけど、うん、いやなんかそうじゃねえっぽくねえかって、そうなんですよ、最近思ってきて、小田先生がそれをもう一つの時代のうねりとしてもうまとめて書いていって、最終章の一個の地点、一個の点にその柱がこう集約していくかのような、なんかそんな描かれ方を今してるなみたいな、うんうんうん、勢力的枠組みでいくと、まあその大きな括りで見た時に分かれていく感じもしますし、はい、あと勢力が分断された結果何が起こるかっていうと、はい、その勢力同士が衝突してっていうのが起こっていくのと、分かれたからこそ勢力内でのまた分断が起こるっていうのもあるっちゃあるなと、はいはいはい、そう考えると勢力ってまだ他にもいっぱいあるじゃないですか。例えばネオマッツっていう組織っていうのが扉絵で、はい、結成されたこと、こいつがどこにつくかによってはその組織ってめちゃめちゃパワーアップするだろうし、でエッグヘッドで言ったらベガパンクっていうのが、はい、これ誰が手に入れるかによってはその組織とんでもないパワーアップしちゃったりすると思うんで、そうですね、全部ワンピース争奪戦組になんか言ってるような気もするんだよな。革命軍はもちろん直接天竜人を倒そうとしてる組織ですからこっち側なんでしょうけど、白ひげの言葉を引用するなら、その宝を見つけた時世界はひっくり返る、数百年を背負って戦いに挑むものが現れるっていう話なんで、はい、ワンピースを手に入れて戦いに挑むものが現れるっていうところで言うと、はい、なんか革命軍がやってることとかって、はい、ルフィがやろうとしていることの延長線上をもう走ってんだろうなっていう。革命軍はどっちみち政府を倒すっていうことが目的だとしたら、革命軍ってルフィたちの冒険のその先のことをもうやってるっていう話にもなるっすもんね。なるほど、そうですね、はい、そうですね、そうなってくると、なんかまあ最終的には柱っていうのがどんどん一つになっていく。海賊たちはもしかしたら徒党を組んで政府に挑まなきゃいけないのかもしれないとか、海軍革命軍とかクロスギルドとか全部、うんうん、なんかそんな感じになるのかなとかね、ざっくり予想はしてますけど。そうですよね。だからまあ革命軍が頂上戦争にも参加せず様子を見て2年後改めてここで動き出しているっていうのは、やっぱりスパートをかけて一気に政府打倒へっていう動きを高めたいからっていうのはあると思うんですよ。でも世界をひっくり返すっていうロジャーのね、レイリーを誘った文句があって、それを継ぐものはって言ったら、このルフィがまあ人に挙げられているし、海賊の誰かが最後まで行って役割を果たすんだろうなみたいな部分ってあるじゃないですか、はいはいはい、となるとじゃあ革命軍だけで話が進むんであれば、ルフィとかワンピース手に入れるものの意味って何なんだっていうとこも半分思っちゃうんですよね。それってワンピースの正体とかにももしかしたら直結するかもしれない話ですよね。数百年分の歴史を全て背負って戦いに挑むものが現れる、その戦いに勝利するのが目的だとしたら、はい、ワンピース手に入れなくても強大な軍事力さえあれば政府を倒すことができるんだったら、ワンピース手に入れなくてもいいじゃんって話になるけど、多分手に入れなきゃダメな話じゃないですか、この話。そうなんです。まあ、今後の展開予想というかね、まあ、確定に近いことですけど、コブラが命を懸けて話したこととか、サボに伝えたこと、ルフィの友達だと分かって託したことっていうのは、志半ばで伝わらないまま終わるってことは考えにくいと思うんで、ちゃんとね、ビビとルフィにコブラの遺言っていうのは伝わると仮定しつつ、今後ビビがどうなるかを考えるのも結構熱いなみたいなね。ね、我々は D なのだっていうことを知る、自分が D の一族なんだっていうことを知ったビビが、つまり
まり世界政府とかつて相対した、で自分の父を殺した奴らと敵対してたのが D の一族なんだっていうことを知ったビビがアラバスタに戻って、アラバスタのね国民を単純に守るっていうことに集中することも考えられなくはないですけど、まあおおよそ真の平和を、アラバスタに真の平和を導くためには、で亡きコブラの無念を晴らすためにはやっぱり世界っていうのを変えなきゃいけないっていう結論に多分たどり着くと思うと。でその中で革命軍に入るのか、麦わらの一味の10人目の仲間として入るのかみたいな多分話になると。どっちも熱いですけどね、麦わらの一味に入るのもビビだったら全員大歓迎でしょうという、ワンピースファンは。で10人目とかっていうのが違和感あるけどね、もう元々仲間なんで。であとはビビが誰から聞くかって言ったらサボから聞くと思うんで、麦わらの一味に入るっていうよりはサボから聞いてそのまま革命軍に入る、私じっとしていられないから私を連れて行ってって言って、私にできることを何でもやるから革命軍の仲間に入れてくださいっていうのがなんか自然な流れな感じはするんですけどね。ここが同席の場というか、麦わらの一味とサボとビビが3人一緒に語り合う場だったら船に乗せてっての方が自然ですけど、そうじゃないこと考えると革命軍入りの方が今のところなんか自然なのかなと思ったりもしますけど、皆さんはいかがお考えでしょうか。こっから考えられるその空白の100年のストーリーとか、800年の戦争終わりの話とか、野田クリスタさんがもうわかんねえっつって言ってたけど、なんかその辺を考えるのが次のステップだよね、多分ね。リリーがポーネグリフっていうものをミスなのか計画的になのか世界中にばらまくことに成功した、その盾役者がリリーだったみたいなね。でポーネグリフってじゃあいつできたんだっていう、この巨大な王国と20の国が戦ってる最中に負けを悟った巨大な王国が後世に真実を伝えるためにポーネグリフをね残していった。でリリーのミスによって世界中にばらまかれたっていうことは、20の国の王たちはそれを手中に収めたか、あるいは収めようというところまで来てたみたいなね。それさえなければばらまかれることなんてなかったのにってことは、ミスさえなければなんかそういう状況も想像できるのかなみたいな。これがよくわからないまま倒してる最中にバーンってなったっていうことだったら、ああいう表現にならないはずなんで、なんかそういうちょっと空白の100年に何が起きたっぽいかを想像することができるピースがこう整いつつあるみたいな、そういうところなんでしょう。そんな感じでございました。空白の100年ね、まだまだわからないことだらけでございますし、で今わかっているのが空白の100年の真っ只中じゃなくて終わった直後の話っていうねことなんで、空白の100年に何があったかはまだまだ謎に包まれている。で最後に最後の一コマギャグで終わってますけど、私も行く連れてってとビビとワポルね、で駆け落ちって言ってそのギャーってなってますけど、ワポルのね奥さんが、だこれもうここまで重大なところで最後駆け落ちっていう一コマで終わってるってことは、これリリーとジョイボーイが駆け落ちしたのか、それに対する謝罪文を元カノの人魚姫に送ったのかとか、なんかそういう勘繰りさえしてしまいますよね、最後の駆け落ちっていう、終わり方は。神木さん、俺ルフィが好きなことはもちろん知ってるし、はい、で神木さんがもうワンピースめちゃめちゃ詳しいことは知ってるんですけど、あんまりこの人好きって言ってない人とかいます？もう全員好きだと思うんですけど、なんか上位で言うと、はいはい、おっさんが好きですよね。オデンとノーランド、キュロス、もうその辺好きなんですよ。キュロスもかっこいいもんな。かっこいいですよね。レベッカとのその関係性っていうのは、うん、やっぱり娘さんがいると来るみたいなのもあるんですか？やばいですよね。10年間娘にこう忘れられて、はい、存在も知らないっていうの地獄以外ないですよね。それが特化されて、はい、最後この戦いは陸王の胸を晴らすための戦いであるって言って、はいはい、一人キュロスが瓦礫の裏に行って泣くんですよね。めちゃくちゃそこやばいんですよね。よかったねってめちゃくちゃ思います。ガンフォールとかも好きですもんね。なんかあの辺のおじいちゃんとかおっさんかっこいいですよね。いやガンフォールもいいよな。ティーボーンはなんかみんな思いましたよね。え、俺ってこんなにティーボーン好きだったんだって思いましたよね。いや本当っすね。しかももう急にティーボーンだったじゃないですか、はい、何の前触れもなくティーボーンだったじゃないですか、ね、あんないい人だったのに。海軍って敵だけどティーボーンだけは違うって多分ほぼ 100% みんな思ってた人ですもんね、はい、必要じゃないですか未来の海軍に。そうコビーとかスモーカーティーボーン、ハンニャバルとかあの辺は残って、はいはいはい、その人たちの正義が一番台頭してくるような海軍の組織になるのかなと思ってたら死ぬからな。ハンニャバルとティーボーンは似てるっすよね。なんかこう似てますね。顔はね怖いけど本当に弱気を守ろうとしている、うん、それが一人死んじゃったっていう悲しかったな。ティーボーン悲しかったな。なんでティーボーンなんだろうって思いましたよね。よりによってっていうそれを表現したいんでしょうね。あんないい人までもがやられてしまうほど今、うん、
ちょっと気になったんですけど、神木さん好きな人あんま言ってないの教えてくださいで、なんか勘十郎って出てましたけど。勘十郎は嫌いだな。マジ嫌いだな。もともとは好きだった、もちろん、はい、赤鞘国男好きで、その反動もありますよね。そっから僕も疑心暗鬼になってて、組織があったらもう一人なんかそういうやつこれから出てくるんじゃないかっていうのがあって、今ちょっと怪しいと思ってるのが、はい、モーリーなんですよ。革命軍の革命軍の土掘るあいつですよね。そう、推しお忍びの能力者のモーリーなんですけど、モーリーって、まあ、まずなんであんなに言ったらオカマの格好してるのか分かってないんですよね。はい、はい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 、巨人族のオカマっていう。でまたインペルダウンのレベル 5.5 を作ったのはモーリーなんですけど、それはイワンコフは知らない設定になってるんですよ。 SBS で100年前にとある事件がきっかけで入れられたんだけども、お忍びで作ってでもそのことはイワンコフは知らないんですっていう SBS のコメントなんですよ。はい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 、意味わかんなくないですよ。その作ったのって言ってていいじゃないですか、全然。そうですね、革命軍が協力して作ったでいいのに、知らない設定になってんだ。で100年前のちょっとした事件みたいな感じで書いてあるんですけど、はい、巨人族が関わってる100年前の事件とかすごいのがありそうで、はい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 、スパイかどうかわかんないんですけど、怪しい、なんか怪しい、なんかあるなっていう感じはするんですよね。ちょっと俺それで言ったらカラスが怪しいんじゃねえかっていうこと。あ、ライブでカラスも怪しいな。確かに喋んないとか、あのそれルッチの影響です。喋んないからって、喋んない影響、うん、あとなんかこのチャンネルでは北欧神話とワンピースのつながりって結構話すんですけど、最終決戦ラグナロクっていうのとかが、まあ、世界を巻き込む巨大な戦争でオマージュされる形も考えられるんじゃないかとか、あとはミーミルの泉っていう主神のオーディンが自分の目を差し出して未来予知っていう能力を得るみたいな泉があったり、この辺も眼帯の海賊とかその辺と関わってくんじゃないかみたいな話とかをよくさせていただいたんですけど、そこでオーディンのみが座ることが許される玉座っていうのが北欧神話上に存在していると、まあ、正確には妻も OK なんですよね。でその玉座の名がフリズスキャールブといい王権の象徴とされていると。これが空の玉座の設定なんじゃなかろうかと私は踏んでいると。これ一度だけ別のものが座ってしまい不尊の行為とされ報いを受ける、これとかもステリーで再現されるんじゃなかろうかっていう。でそんな中、その北欧神話の中で主神オーディンっていうのはこのある方法を使って世界中の情報を仕入れていたと。でその方法っていうのが2匹のカラス、フギンとムニンのスパイ行為と。イム様っていうのがオーディンに重なる部分があるので、イム様もオーディン同様カラスから情報を得ていたのではないかというところでございます。まあ、あとはカラスっていうところの情報っていうのをどういう行動をしててっていうところとか、サボっていうのがカラスを移動手段にしているところもあったりするんで、カラスのスパイ行為によって革命軍の行動っていうのは筒抜けなんじゃないか。そうなってくると、しかもなんかカラスってたくさんカラス出すじゃないですか。はい、だけど昔の描写では革命軍の施設バルティゴの時は木に2羽のカラスなんですよ、確か。フギンとムニンですよ。で、あとそのイム様法のとことかも、サボがなんて運の悪い男だみたいなことで言われてたじゃないですか。無事だったわけですけど、なんで近くにいることを知り得たのかって言ったら、やっぱりスパイがいないと。確かになんかサボのやつは絶対聞かれてるからみたいに言ってましたもんね、サボ自身が。だから絶対俺の通信は聞かれるからっていうのも怪しいですよね。あ、そうですね。妨害電波とかが持ってなかったにしろ、全部が全部筒抜けになるっていうのはおかしいですもんね。あとそのサボたちがどうやってマリージョアに来てたかもありますよね。ドレスローダーとかではカラスだったっすけど、うんうん、カラスで来てたとしたら、うんうん、その行き先とかも筒抜けだった可能性があるなみたいな。いやだから俺も神木さんと同じですよ、うん、どっかにスパイ潜り込んでねえかっていう。そう、なんか怪しくないですよね。もうなんていうかな、あんな思いはしたくないっていう。もう 100% 信じたら悲しいですからね。そうそうそう、反動がすごいから。いやだからこれ、野田さんがサボとドラゴンってどっかで亀裂が入るというか、意見がぶつかるその時が来るんじゃないか、その伏線がこう仕込まれていってるような雰囲気ありませんかみたいな話があるんですけど、コブラの死さえ利用する、それでいいと思っているみたいなさ、コブラ王には悪いけど革命の士気が高まるならそれがベストだと思ったみたいなサボの発言が描かれていったわけですけど、今回も描かれたし、イブ様法の時とかも描かれていく、決まってそこになんかコブラの厳しい表情みたいなのが差し込まれるんだよね。コブラ王の死っていうのと革命の灯火が燃え上がるっていうのを天秤にかけた時に、なんか革命の炎を燃え上がらせる方を優先するかのような発言をサボがしてるみたいな。
でドラゴンは逆に何があったとしても真実だったら許さねえとかその新聞が発言をしたりしている。でこれが何なのかと、いう中で矢印の攻撃が起因になってるんじゃないかって考えるのは確かになんか熱いところではあるよね。人の感情とかをコントロールできる、まあそうなってくると人の夢を食う爆みたいな感じまたなってくるのかな。ちょっと難しいところではあるんですけど、ネガティブフォローみたいなこととか、それこそホビホビの実みたいなこととか、ただの物理じゃなくて何らかの影響をサボに与えてしまってるっていうね。いやでもそれ結構熱いけどね。